震災から9ヶ月ぐらいですかね、たった鮎川という小鹿半島の南の方にある町になります。僕は500円ぐらいのラーメンしか協力はできなかったんですが、一応ご飯食べるところもプレハブでできています。ここには普通に昔は町がありました。クジラで有名な町で、ホエールウォッチングなどの名所もあったんですが、地盤沈下で港自体が大変なことになっています。この石巻湾の方から波が来ました。大きな町ではないですが、ここよりもっと小さい集落も含めてやられているところもたくさんあります。途中には全滅のような町もありました。忘れないでください。